愛してるよ。みんな愛してるよ。さあ今回は第2回目となります、視聴者参加型恋愛相談でございます。前回はね、ちょっとスタッフ陣の大ふざけによりちょっとむちゃくちゃでしたので、まあでも恋愛相談に関しては真剣に、答えていきましたし、前回に関して言うとちょっと感動して涙を流す方もいらっしゃったりってことよね。だからこれを定期的に高齢化していきながら、このチャンネルに集まってくれる方の恋愛がすごいハッピーになるように、私まあ微力ではありますけれどもお力添えできたらなと思いますので、今回もいろいろ募集してるんですよね。よし、じゃあじゃんじゃん恋に悩んでる方答えていこう。お願いします。次もーす。あ、すいません、ちょっと、いやこれ毎回このさなんとかならんの、この半分切れるの。もうなんでいつも俺がこう自分で動かなあかんねやろな。さ あ, あ画面は繋いでんのかな、これはどうなの。はい、繋がってます。もしもーし、あら届いてる声。おーい、え、届いてるこれ俺の声はずなんですけど。恋愛相談する方、おー、びっくりした。何これ、何やこれ、嫌がらせ。いや、今日はご相談相手です。え、あれか、本人はちょっと顔出ししたくないから人っぽくこの人形を置いてっていうこと。違います。違う、この人が相談相手です。アナベルさんです。あ、アナベル資料館のあの映画。そうです、見た見た、あの試写会でめっちゃくちゃ怖かったね。案件です。うわ、はっきり言うてる。うーわ、俺だけ知らんかったやつや。あ、俺だけ知らされてないやつや。あ、そうか、資料館のあの悪魔のせいなら無罪のあの映画の案件企画。あ、そういうことね。でもこの映画は面白かった。俺試写会で見て、自分が座っててその3つ横ぐらいにあのリリコさんが座ってて、2人で試写会で見たけどめちゃくちゃ怖かったし、リリコさんのイヤッっていう女の子の声も聞いてる。いやさ、ずっと待ってるんだよ。いやちょっと分からへんねん。アナベルが待ってるんでて、アナベルはもう待ち続けることしかでけへん。ヒロさん、あとアナベルは喋れません。意味分からんやん。いや無理やん、そんなんどうすんのこれ。あの一応チャットで筆談というか筆談、あの一応井上さんがクエスチョン出したら、うん、チャットで返ってきます。ゆるキャラでもだいぶめんどくさいタイプのキャラや。アナベルさん、こんにちは。どうも、ノンスタイル井上です。おお、ほんまや、帰ってきた。え、なんか恋愛の悩みあるんですよね。どんな悩みですか？好きになってもなかなか振り向いてもらえず、ついつい呪ってついてってしまうのですが、私って悪い女でしょうか？知らん。
やろこれ。アナベルっていうこの人形がこの愛が溢れてその相手を呪ってまうっていうホラー映画の話や。じゃ、おいこれ今画面上にまともなやつ誰がおんねん。これいや、わ重い女でしょうか。いや、それ重いんちゃうか。それはもう呪ってまうねんから、もう憎悪やんか、好きになりすぎてってことやから。え、じゃあ過去アナベルさんはこのついつい呪ってしまった時に相手の男性はどんな感じになるんですか。どんなに呪っても振り向いてもらえないんです。いや、それ怖いから。アナベル怖いのよ。今時そのタイプの三つ編みあんま見ないのよ。顔が怖いです。顔が怖いからですかね。そうね、やっぱり恋愛において見た目大事やから。で、ちょっとなんていうの、色白すぎるというか、だからもうちょっと健康的に、まあ色黒くというか日焼けちょっとして、うん、梅宮達夫さんぐらいでしょうか。いや、それやりすぎなのよ。梅宮さんまで行くとちょっと黒すぎるのよ。いや、松崎しげるさんぐらいでしょうかじゃないのよ。聞いてる人の話。あ、大名犬も書くなよ。大名犬とか書かんことしてるよ、どうせ。大名犬のシェフとか書くなよ。もう全部黒いから。いや、適度がええねん、適度が。さあ、まあ、うちの相方とかもちょうどいいぐらい、地黒というか、それぐらいがええんちゃうかな、やっぱり。いや、でも、ね、目鼻立ちはくっきりしてるから、アナベルさんは。あの、すっぴんは多分俺可愛いと思うね。ちょっとメイクが濃いよね。目とかもこのアイラインとか。そんなにしなくても、男の人ってあんまりこのメイクに疎いから、そこまで僕はせんでええと思うで。どうです、アナベルさん。女優やからやっぱちょっとメイクは欠かせないんや。え、アナベルって女優なの。そもそも論やねんけど、女優なんやったら絶対喋れなあかんよね。演技して、まあ映画出てるから、そうか、女優か、一応そうか、映画でメイン張ってるもんね。え、アナベルはどうなんですか、付き合ったらこんなメリットあるよ、こんないいとこあるよみたいなのあります。最後まで付き合う、絶対離れない。いや、結果呪うのよ。いや、結果呪ってたらあかんねん。その結果呪うんやろ、アナベルは。そうですね。おい、これ文章売ってるやつ喋れ。おい、これすごいカオスな状態やで。まだ続けますか。そのジャッジ俺があんの。俺にこの続ける続けないのジェッチの決定権があるの、俺に。続けるよ。もうこうなったらなんかおもろなってきたから。井上さんはデートしてくれますか。いや、しますよ。僕はその全ての女性に優しくをモットーに心がけてますんで、もちろんデートしますけど。どこ行きたいんですか、アナベルは。デート行くなら。新大久保行くの。なんでな。韓国料理食べたいの。
アナベル。いや、なんで新大久保行きたいねん。アナベルは若い子と同じようなデートしてみたいんや。そうか。え、でも若い子ってアナベル今いくつなん。正直若いやろ。アナベル見た感じマネージャー NG なんや。ムカつくなアナベル。え、でも正直俺デート行ったらキスするで。ええの。いや、な、よくないぞアナベル。何でもかんでもマネージャーに相談するのはよくない。恋愛って自分の気持ちが一番大事やから、誰かが決めることじゃないのよ。恋愛って自分の心が決めることやから、アナベルの心はどう思ってんねん。俺がキスしようとしてきた時に受け入れんのか。呪いたくなります。困る困る。呪われたら困んねん。命危うくなるから。え、アナベルはちなみにどういった男性がタイプなの。中川大志くん、ど真ん中の人。そこに関しては多分ほんまにアナベルの中にいる中の人がほんまに好きなんやろな。コントローラー持ってるやつ出てこい。もうこうなったらアナベルのコントローラー持ってるやつと喋ってるだけや。もうアナベル関係あらへんや。おい、なんなん、なんなん、なんなん今日。ねえ、ゴールどうしますわ。俺が一番思ってる。いや、言うときますが、ご視聴者の皆様、私だって今日本当に真剣に第2回視聴者参加型恋愛相談やと思って来てますよ。で、ツイートもして、アドレスも公開して、皆さんから相談もいただいておりますし、で、今日本当いろんな方の相談に答えれるんやと思ったら、まさかのこの資料館悪魔のせいなら無罪の映画のこのアナベルちゃんが出てきて喋れない。筆談で受け負ったスタッフ陣も放棄。アナベル、数ある YouTube のチャンネルがある中で、なぜこの我々のチャンネルにこう出ようって、出たいって思ってくれたの。もっと正直影響力あるチャンネルもたくさんあると思うね。そんな中でなんで我々のこのチャンネルを選んでくれたの。いや、話聞いてる。俺の質問聞いてる。締めてくださいじゃなくて、俺質問したよね今。なんでこのチャンネルを選んでくれたのっていう理由があるはずよね。それ俺は聞きたかったけど、聞いてる？アナベル、人の話。じゃあアナベル的に OK みたいですって言うけど、井上的に NG やねん。いいよ、よかったよ。なんかお笑いスパーリングやってるみたいで。うん、こんな人形と筆談で絡むこともないし。どうでしたアナベルは今日。あ、だ、おいおいおい、おい、誰か人が出てきたぞ。大人が。資料館悪魔のせいなら無罪という映画が今絶賛公開中でございます。案件云々関係なく、僕はプライベートというか、ワーナーさんから試写会見に来ませんかって言っていただいて、実際見にも行きましたし、でラジオの中で、自分たちがやってるラジオでこの映画のプロデューサーさんとかも来て、ちょっといろいろお話しさせていただいたりもしたんですけど、まあ怖いよ、ほんと。でもホラーが好きな人はもう間違いなく刺さるね。
いろんなホラー作品見てるけど、その中でも群を抜いて怖かったね。群抜いて怖かったし、群抜いて面白かった。あの怖いっていうジャンルが映像の怖さというよりかはストーリーの怖さで、この資料館悪魔のせいなら無罪っていう映画自体が、実話を元にしてるんで、実際に海外ではこんなことが本当に起きて、新聞にも載ってるっていう事柄を、まあ、ノンフィクションとフィクションの間ぐらいのストーリー展開で走らしてるから、あ、マジでこんな世界があったんや、ひょっとしたら日本でも俺が知らないだけでこんなことが起きてる場所があるんじゃないか、まだ世界にもこういうことが起きてるんじゃないかって思いながら見ると、本当ちょっと震えるし、うん、なんか人ごとではないけど、今までのホラー作品とはまた一味二味違った内容になってるんで、ホラーが好きな方には絶対見てほしいし、まあホラー苦手な方は、まあ一人では多分見に行けないと思うから、誰かお友達と一緒に見に行くか、でももうその映像的にグロいもんが出てくるっていうわけではないから、ストーリー的な怖さ、ヒヤッとする、なんか内側から来るおぞましさをぜひホラーが苦手な方も見ていただきたいなと思うので、ぜひ、こちらの映画見るんやったら映画館ででっかいスクリーンでいい音で見る方がより楽しめるし、怖さも倍増すると思うので、映画館に足を運んでいただけたらなと思います。これだけでよかったよね多分全世界ナンバーワン大ヒット、イット、アナベルの制作スタジオが送る過去作を凌駕する絶叫マックスアトラクションホラー、資料館悪魔のせいなら無罪、悪魔のせいなら無罪です。当時被告人は刃物で殺害、手がかりは爪痕と謎のウォーターベッド、その正体は一体、資料館悪魔のせいなら無罪。今回はまだ案件やったから100歩譲れるよ。これ見てる人のいたずらでこのパターン入ってくんで処理しきれんくなるで、ほんまに。あのスタッフ陣はまだなんていうの、分かってないね。俺めちゃくちゃアンチおるからな覚悟しいや、どうなるか知らんで。これ俺もだからアナベル云々じゃなく結構な人に呪われてるからな怨念飛んできてるから。最後まで見てくれてありがとうございます。続きのトークはあなたの夢の中で。